思い出のガンプラキットレビュー集。バンダイ、ロボチェンマン、ゼータガンダム。君はリアル派？それともコミカル派？人気絶頂、料金プラモ。ロボチェンマンとは、1984年頃にバンダイさんが発売してた、ナウナヤングにバカウケだった、ディフォルメキャラクターのプラモデルシリーズだよ。頭身は3頭身くらいで、プルバックゼンマイを内蔵しており、無茶なデザインの走行形態へ変形して走るのが特徴なのですよ。こんな商品をバンダイさんが開発した背景には、コミカルなディフォルメキャラクターが、当時のアニメ誌の投稿コーナーなどで浸透、さらには、アニメ関係者などにも浸透してきたって背景もあったわけですよ。崩し絵的な技法は以前からあったものの、タカラさんのチョロ Q ダグラムや、チョロ Q ボトムズあたりから顕著になったわけで、バンダイさんも、自社がスポンサーをしているアニメのロボットを、低頭身にデフォルメした赤ちゃん体型の商品を、ガキンチョ向けに開発しては次々と市場に投入してたもんですぜ。なんやかんやで、SD ガンダムでようやく支持層の獲得に成功したんで、デフォルメ関連のシリーズは、SD ブランドへと統合されたのでありんす。ロボチェンマンは統合されるちょっと前の商品なんで、肝心のディフォルメはいまいちなものが多いんだよね。そうだよね。凝った走行形態へ変形するものほど、チープ感漂うプロポーションのキットが多かったものなんだい。変形して走行するスタイルなのに、負荷がかかる部分の強度がまるでなく、上から押さえただけで、ポキッなんて言って関節が折れたりしたものだよ。場所を取らないんで、机に飾っておくのが当然の行為だったものなのさ。ゼータガンダムは、ロボチェンマンシリーズ終盤のアイテムなのですよ。値段はなんと400円。1985年に発売されたのでございます。この時期のキットは、長座の形態に変形して走行するのが定番になっていたんだよ。デザイン的には、BB 戦士初期のゼータマンみたいなプロポーション、一応色プラで4色成形、組み立てははめ込み式で、強度が必要な部位はビス止めする仕様なんだけど、サイズは若干小さいながらも、モールドはこっちが上なのさ。しょぼいながらもビームライフルにビームサーベル、シールドがついてるのが嬉しい仕様だったんだい。ゼータガンダムは、アニメ登場以来、ガンダムでは初の変形可能なモビルスーツとしてかなりの人気を獲得した機体だけに、以降、バンダイさんが新シリーズをぶちかます際には、必ずと言ってよいほど、ラインナップに加えられる存在になったのですよ、本当にね。しかーし、面構成が特徴的な上、さらに、薄っぺらいウェーブライダー形態に変形させなくちゃならないという、とんでもない仕様の機体なんで、今でも造形のしづらさは、数あるモビルスーツでもトップクラスってもんでですよ。劇中では、結構派手なポーズも多いんだけど、変形システムを組み込んでないキットでも、再現できないキットが多いんだよね。とほほほほー。アニメ本編のアクションの再現や、変形前と変形後の整合性を鑑みるに、モデラー目線で見れば、今でもベストと言えるキットは存在せず、アニメのイメージからかけ離れた印象のキットが、長々と量産され続けているってわけでございます。なので、今後もモデラーの探求心が途切れない限り、造形を探求できる希少な素材の一つなんだい。そうなんだい。ポイントは、変形に必要なパーツは傷はついても壊れない。壊しちゃいけない。その後の演出上まずいでしょ？という、暗黙の掟があることだよね。イベントで頭部が壊れることはあっても、シールドとか変形に必要なパーツは壊れない。いやさ、制作スタッフが壊さないのがゼータってモビルスーツなのですよ。あーんて、小難しい話はロボチェンマンには、これっぽっちも関係なかったのですよ。当然だよね。ウェーブライダーに変形しないってことに関しては、あんまり不満は聞かれなかったものでですよ。ビルバインみたいになるよりいいよね。なんて、みんな思っていたからね。赤ちゃん体型だけに、長座の姿が可愛らしいと評判のキットだったのだ。付属のシールも可愛いと評判だったのだよ。